はい、どうもエアコン屋のデラ君です。今日はいろんな動画で言いました、エコキュートいいよ、エコキュートいいよ、実際にエコキュートをつけたいとなった時の注意点の方お話ししていきたいと思います。まずね、大前提にちょっと一ついいですか。皆さん、いろんな動画で俺ね、おすすめエコキュートポンってね、エコキュート超おすすめです、トップ3みたいなね、出しましたよね。あとエコキュートの解説動画、ドン、各メーカーのやつ、いろいろ出したと思うんですけど、取り付け業者いいの？選ばなくて。大丈夫ですか？エコキュート本体これいいんだよね、気に入ったんだよね、これ超つけたい、決めました。終わりっすか、それで。いや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 、ちょっと待って。つける人によって全然違くなっちゃうぜ、仕上がりっていう今日お話ね。つけるメーカーにあんなにこだわったのに、つける人には全然こだわらなくていいんでしょうかと。じゃあどうこだわればいいのよと、こだわるための3つ今日ね挙げていきたいかなと思います。まずね、1つ目、でんエコキュートを取り付けてもらうときは、はい、エコキュートをメーカーから直接仕入れて自社スタッフで施工しているところを選びましょう。その頼もうとしているところに聞けば、まあ、もちろん教えてくれるんですけど、これなんでかと。まず、あ、売ってるところどうでしょう、みんなポンといろいろ思い浮かべてみて、ネット通販で売ってたりとか、うん、あとはでっかいところだと家電量販店とかでもね、カタログとか見せてくれて実際買えたり工事もやりますよなんていうところあるんですけれども、そういったところでお願いするとどうなるか。エコキュートネットで仕入れて自分で業者探したりとか、家電量販店さんで買って工事もお願いしたりするとどうなるかっていうと、もちろん家電量販店さん自社で工事なんかできないから、提携している業者とかにお願いするわけですよ。下請け業者にお願いするっていうことはコストは高くなるんですよね。無駄なところのコスト絶対入ってくるんです。何パーセント乗せなきゃいけない、なんとか電気さんもお願いするわけですから、そこの分の取り分プラス自分の取り分取んなきゃいけないんで、必ず適正な金額よりも少し高くなっちゃう。これはもう自分でできる、もういいエコキュートの付け方だよこれ。自分でちゃんとやればもっと安くもっといいものを付けれるんだから、自分たちでそのメーカーさんから仕入れて自分たちで工事してくれるところにお願いするっていうのはこれ大前提ね。ネットで調べてみてください。2つ目、はい、必要資格は大丈夫ですかと。エコキュート工事するのに何の資格がいるか皆さんご存知ですか？わからないでお願いしてないですか？エコキュートをやるのにはまず簡単にですね、第2種の電気工事士、電気もつなぐんでね、給水装置工事主任技術者、まあ、給水管をいじることができる給水装置と呼ばれる資格も必要なんです。その資格その人持ってます？大丈夫ですか？つけれるっていうのと工事できるっていうのはまた全然違うですからね。つけることだったら誰でもできる可能性はあります。エアコン屋さん、あとは電気屋さん、水道屋さん、ガス屋さん、エコキュート今やっぱり流行ってるんで実際につけれる人いっぱいいると思いますが、この資格ちゃんと持ってます？大丈夫ですか？後で何か言われた時にちゃんとその人対応できるのかな、それはお客さんでちゃんと調べてあげなきゃいけない。資格も必要なんですよ、つけるのに。ちゃんと確認してあげてください。3つ目、はい、対応力も確認と。これねちょっと言葉的に分かりづらいんですけど、結構ね一番に似てるところあって、水お湯を出す機械なので、いきなりボンと何かあった際にお湯出なくなるわけですよ。電気で何かあった際は火事起きる可能性だってあるわけです。そういった時に例えばね、自社スタッフじゃない会社、下請けさん使ってここの会社自体は何も工事できない、何かあった際に買ったところに電話入れますよね。あ、じゃあちょっと今実際に工事やったものを行かせます、連絡取りますんで、なんて言って連絡取って来るまでレスポンス悪くない？絶対レスポンス悪いと思うよ。しかも冬とかさ、お湯出なくなったら最悪でしょ。そういったのを考えたら、ここの対応力っていうのはすごく大事。見積もり取った時の見積もりのスピードとか、現状に来てくれるまでのスピードっていうのもね、すごく大事なんですよ。それが早いイコール対応力もね、間違いなく早いから、ここは必ず確認した方がいい。なんならこの3つの中で俺は一番もう本当にね、ここだね、ここは絶対に確認した方がいいんじゃないかなと
これデラ君のもう個人的な主観バリバリなんだけど、ここがいいところっていうのはもうもちろんだよ、もちろん大丈夫、対応力が早いイコールもうね自社でやってるっすよ、来てすぐパンパンパンって中身見て直せんだったらもちろん資格も持ってるよ。対応力っていうのはね一番確認した方がいい。今回ねエコキュート、まあいろいろみんなねこだわって見つけてきた中で、それをつけてもらうときに業者こういったところを気にして選びましょうっていうお話させてもらったんですけど、この3つはねもう最低条件だね。もっと細かく言ったら、自分みたいにエコキュート実際につける人はもうここもどうだろうな、ここもどうだろうな、こういう話した時どういう風に返ってくるかなとか、そこまで細かく見たいんですけど、そこまでねあの一般のお客様にちょっとねお話ししてそこまで確認してみてくれっていうのはちょっと酷なんで、この3個は必ずだね。これはお客様自身で確認した方がいい。あとね、まあこれまとめね、この3つはもう大前提なんですけど、何回も何回も他の動画で言ってるけど、見積もりはね 2,3 社取ってください。これはねもう必須だと思います。 2,3 社取ってこの3つをしっかり確認してあげる、ここまでやればね間違いないかなって思いますね。これはね本当に大事。結局対応力っていうのもこういった見積もり取った時にも見れるし、あと直接お話もするでしょうし、こういったところで見てあげるように、あとはそのね 2,3 社取ったホームページ見てあげて、自社スタッフでやってるところは絶対売りにしてるから、書いてますからホームページに、自社スタッフで対応とか、あとは資格の方もねホームページに載せるっていうのは今当たり前になってきてるんで、こういったところを見てあげて自分にとってね一番いい工事パートナーっていうのを見つけてあげるといいと思います。はい、ということで今日エコキュートを実際に取り付けたいとなった時のね注意点3つ挙げさせていただきました。でまとめっていう形で 2,3 社に見積もり必ず依頼かけましょうというお話だったんですけれども、実際に今エコキュートを導入する人増えてきてますんで、ぜひねあのうち、まあ、宮城県で工事やらせてもらってるんですけれども、こういうエコキュートどうなの、こういう感じなんですけど今うちの取り付け状況どうでしょうエコキュート、あとこの県にいるんですけど何かおすすめの業者さんいらっしゃいますか、そういったねお話でも全然構いませんので、ぜひね一度うちの会社にもですねご連絡いただければと思います。ということで今日はエコキュートを取り付ける時の注意点ということでね3つお話しさせていただきました。また次の動画でお会いしましょう。デラ君でした。バイバイ。Sometimes you fall, sometimes you fall.